オープンして1年3ヶ月が経つ炭火焼肉新ちゃん。屋台風の新ちゃんではアットホームな空間をモットーにファミリーからカップルまで誰もが足を運びやすい店を心がけています。カウンターもあるので一人焼肉なんてこともできちゃいますよ。 さらにしんちゃんにはテラス席もあるのでこれからの季節は外でも焼肉が楽しめちゃうんです店長のしんちゃんこと斉藤真嗣さん。東海市にある焼肉店で14年間の修行を経て地元知多市で念願の自分のお店を開きました店を訪れた際には是非「しんちゃん」と声をかけてあげてくださいね。 しんちゃんでは三河の卸市場から国産牛を一頭買いしているため赤身はもちろん内臓系も新鮮どれも気になるところですがまずは焼肉の定番和牛カルビをいただきましょう焼肉といえばまずはカルビですよねではこちらちょっといただきます、はい、ど どうしてなんですかはい、えー、うちは七輪とセミを使っておりまして焼肉店ならではの煙も楽しんでいただければなと思います他にも遠赤外線効果でお肉の中までじっくり火が通るためお肉が柔らかく焼き上がりますれ程よい霜降りですごくジューシーで美味しいですね こうジュワーッと噛めば噛むほど油が広がって美味しいですねやっぱり焼肉には白いご飯がじゃん合いますよねうちはご飯のおかわりが自由なんですよそうなんですね嬉しいやっぱり美味しいお肉にはご飯が進みますからねまゆみさんはいこちらしんちゃんおすすめのお肉ですああありがとうございますわー何ですかこの分厚いお肉は じ自慢の厚切り牛タンです分厚いんですけども約 1cm ぐらいありまして、うん、筋とか硬い部分を全部取り除いて柔らかい部分だけを残してありますしんちゃんがおすすめするこちらの厚切り牛タン実は牛1頭から2人前しか取れないという希少部位なんですあおいしそう 柔らかいもうすっごく柔らかくて美味しいですあの厚みがやっぱりあるので食べ応えは十分にあるんですけど筋とかが全くなくて柔らかいのでもうすごく食べやすいですあこんな牛タン初めて食べました美味しかったですありがとうございますありがとうございますもう皆さんもしんちゃんに来たらこの厚切り牛タンぜひ食べてみてください さあさあ続いては新鮮さが売りの内臓系もいただきましょう一頭買いをしているしんちゃんでは低価格でお肉が食べられるのも魅力コリコリの心臓は歯ごたえ抜群一方こちらはプリプリの牛ホルモンとろける脂はコラーゲンたっぷり内臓系のメニューの中でも牛ホルモンは人気ナンバーワンです ププリプリなんです,けどこうすぐに油がこう溶けていくというか広がっていって油の甘みがすごくおいしいですいつでも笑顔で店長が迎えてくれる炭火焼肉しんちゃん貸し切りもできるのでみんなでもりもりお肉を食べて夏に向けてスタミナをつけましょう炭火焼肉しんちゃんは。 下市内155号線を南下し、堀切を左折、長曽橋西の信号を右折すると左手にあります。